ちょっと早いよ冒頭としてそれはダメだと思う、早いよあなたプロだから私たちでゲストあなたプロだからさすみません、うん、初めての出来事です。そうです、それはそうですよ見たことないですよそんな。ちょっと今笑い声から入っちゃいましたよね。ないない、なかなかそんなラジオ聞いたことないです。ラジオですから、うん、ちょっと頑張ります、うん、ちょっとじゃなくてね、はい、全力でお願いします。南波翔がお送りしているミュージックライン、ここからはゲストの登場です。今夜スーパービーバーの皆さんにお越しいただきました。お名前お願いします。はい、スーパービーバーボーカル渋谷龍太です。よろしくお願いします。ギターの柳沢です。よろしくお願いします。ベースの上杉です。よろしくお願いします。ドラムの藤原です。お願いします。よろしくお願いします。これはね不適切だと思うよ。4人の紹介の後にフフフって笑ってましたね。あーちょっとこんな人間って笑っちゃうんだって。そういうことではない、ポジティブな感じで言ってますけど、本当いつもありがとうございます。こちらこそね、やったー、またありがとうございます。ありがとうございます。番組はおよそ8ヶ月ぶりのご登場でして、はい、2021年は3度ねご登場いただいておりましたが、うん、はい、2月5月7月だったので、うん、割と前半にね集中していて、うん、ちょっと久しぶりという感じなんですけれども、久しぶりです、うん、久しぶりです。お元気でしたか。そうですね、お元気です。めちゃくちゃ元気ですよ。ビシバシ伝わってね、よかったよかった、しますね、うん、本当に毎度神回をありがとうございます。神回ちょっと私前々回ぐらいからやっぱちょっと、うんうん、あの柳沢さんもちょっと、ね、危ない あれになって、あれにやっぱりあれってなって、ね、少しだけあの藤原に飽きた節はちょっと感じてましたんで、言い方失礼ちょっとね、柳沢さんが結構盛り上がってらっしゃって、うんうん、フィーバーしているので、うんうん、ちょっとそれが今日も怖くて、怖いって言わないでください最悪守るんで大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと今日位置的にあのディレクターとのこう目線のところに柳沢さんがいて、それでちょっと 見ちゃったっていうので冒頭から笑ってしまったっていう言い訳なんですけど、あの4人を見て笑ったわけではなくて柳沢を見て笑ったっていうことですね。あ、じゃあまた話は変わってます。全然違うよ、よかったよかった、ないよ、もちろんもちろん分かるもん、気持ちだったらね、いいですよ。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。今夜ニューアルバム東京を持ってきてくださいました、はい、作品のお話を中心にしつつも今回もいろいろとはみ出していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。それでは1曲お届けしましょう。曲紹介をお願いいたします。それじゃあ渦中の柳沢さんからでいいですかね。渦中からね、渦中はい、スーパービバの新しいアルバム東京からスペシャル。ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト、スーパービーバーのニューアルバム東京からスペシャルでした。なんか当たり前のことなんて一つもなくて、全てがスペシャルだったんだなぁとハッとしましたし、誰しもたくさんの人と支え合って生きていて、自分のためにこう全力で楽しんで生きることがひいては誰かのためになる、なんて素敵な連鎖なんだろうって大切なことを教えてもらって、その深さにやっぱりドキッとしました。素晴らしかったです。これを聞きに来てます。ありがとうございます。これを聞きに来てます。言葉を、ね、言葉を、はい、もう帰っても大丈夫、はい、もう大丈夫です。もうお腹いっぱいです。もう、めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。今お届けしましたスペシャルはアルバムのオープニングをね飾るナンバーとなっております。柳沢さん、この曲はどういった思いから書かれましたか？はい、この曲はあの今回 その東京っていうアルバムを作るにあたって、うん、あの2021年は結構ライブができて、結果として83本年間でライブできたんですけど、うん、やっぱりスーパービーバーってそのライブがこう主戦場というか、やっぱりライブがあって全ての活動があるので、ステージの上でそのブーヤン渋谷が話してくれることっていうか、あの発する言葉みたいなものがやっぱりライブをして、あの人と対峙するからこそ生まれてくる言葉っていうのがやっぱりあるんですけど、今回もアルバムを作る時にそのたまたまステージ上で人間冥利に尽きるって言ったことがあって、まあそれまではやっぱバンドマン冥利に尽きるなとか、まあ音楽家冥利に尽きるとかっていう言葉はなんかたびたび耳にはしたんですけど、いやもうむしろ人間冥利に尽きるって言ったのがこのアルバムを作り始める一つのきっかけになったなと思っていて、うん、でなんかそれを軸にいろいろ考えてた中で、さらに
なんかこう、まあ、いろんなことがある昨今ですけど、そもそも大事な人とか大事なことって何があろうがなかろうが大事だよねっていうのをステージ上で言ったのが、なんか自分的にはすごくこう、なんかこう胸に残っていて、でそこから曲を作ろうって思ったのがこのスペシャルっていう曲だったんですよね。なんか当たり前のことだし、まあ、これまでも何度も口にしてきたかもしれないんですけど、うん、やっぱ大事なものっていうのは確かに何かがあってから比較することではなくて、そもそもずっと大切であるっていうのは間違いないよなっていうのを思って、うん、でそれを曲にしたっていう感じでしたね。その曲の中で誰かのためが増える人間冥利というフレーズがね、うん、本当に印象に残りまして、はい、自分自身のためだけにはもう選べなくなってきたことという歌詞にも同じことを感じたんですが、スーパービーバーとして音楽を届けていくという思いだったり覚悟だったり意味合いとか、そういうものにこう自覚的になっている感覚って皆さんお持ちですか？そうだね、うん、なんかまあ続けていく中で見つけてきたことですけど、うん、まあ4人だけで成し遂げたり4人だけで何かをやろうって思ったことが多分少ないバンドというか、うん、まあ、そもそもできないことがすごく多かったんですけど、やっぱり4人でやるよりも誰かとやりたいって思うし、何かを成し遂げるにしてもやっぱこう何ですかね、4人だけでやるよりも人と一緒にやった方が楽しい、単純に、うん、で一緒に喜べることに喜びを見出しているバンドだと思うので、うん、そうですね、多分そういうとこはあるんでしょうね、うんうん。リリースされたばかりのアルバム東京は12曲が収録されております、うん、はい、去年リリースされた前作のアルバム I Love You はメジャー再契約第1弾となるアルバムでしたが、はい、うん、今回のアルバム制作といったいうのはこうどういった思いで取り組まれていきましたか？うん、アルバム制作は、うん、まあでも2021年にしっかりライブができたっていうこともすごい大きかったなと思ってまして、うん、まあその2020年にまあ思うようにライブが、まあ僕らだけじゃないと思うんですけど、うん、できなかった状況でその I Love You というアルバムは作って、でそれをまあ引っ提げまして、まあどんどんライブをするどんどんできるようになってって、うん、でそこでまあ自分たちの足を使ってこう各地に行けるようになり、ライブをして、まあ、どんどんこう見えてきたものであったりとか、まあ、またしっかり確かめたものであったりとかがなんかすごい反映されてる今回のアルバムにはなったかなと思いますね。もうライブしながら作っていたので、本当ツアーを回りながら、この公演とこの公演の間にまたレコーディングしてとか、なので結構こんなにもなんかライブの感覚っていうのと、うん、制作をしてアルバムを作るっていう感覚が結構リンクした作品っていうのも我々の中ではなんか珍しいというか、まあいつもライブしながら作ってるんですけど、うん、より純度が高いものになったような気がしますね、うん、それくらいそのライブからこう得るものが大きくて、すぐにこう出したい思いっていうのが強かったってことですよね、うんうん、そうですね、まあ、元来そういうバンドではあるとは思うんですけど、うんうん、よりリンクを感じたというか、うん、そんな感じでしたね。うん、そのライブをやって作品を作って届けるというこの一連の流れってこう2020年21年でミュージシャンにとってもリスナーにとってもね、価値観が変化したと思うんですけど、うん、こうやってねこう同じ場に立ってこうお話ができる、たくさんの人の前で音楽を届けるといった、うん、当たり前がこう愛おしいと思える瞬間に何度も立ち会えたことで得た気づきもあったりしますか？します。します。本当ですね。うん、まあ本当に結成してからライブができないということを経験したことはやっぱなかったんで、うん、ライブをやるっていうことが自分たちの基盤にあるっていうのはずっとそうだったんですけど、基盤にあるからこそ、うん、それがあることがどっかしらでやっぱ当たり前であったりとか、それがあることが基本になっていたので、うん、まあ、それを取り上げられちゃった時に、あ、これだけ尊い時間だったんだなっていうのはその時になって気づけたりとか、再確認できることであったりとかで、まあ露骨に体調悪くなったりとかもしたんで、やっぱりそれだけ重要な位置を占めてたんだなっていうのは認識できたっていうのは、まあ、多分2022年には生きてくるんじゃないかなっていうのは思ってます。うん、大事ですもんね、やっぱり。そうですね、まあ、本当にそれありきの活動だったから、
なくなると味気なさすぎて、うん、なんだこれっていうのはすごく思っちゃいました。でも本当にこのタイミングでもうぼちぼち僕ら18年目に突入するんですけど、うん、そこに突入するタイミングでそれを改めて知ることができた、気づけたっていうのは結果的に良かったという言葉で片付けるのはどうかなと思ったんですけど、まあ、良かったのかなとは思ってます。その作品がどんどん発表されていて、カツライブも行っていてとなるとものすごくお忙しいですよね今。そうですね、まあ、うん、それが楽しいと思えるバンドなんて良かったかなと思うんですけど、うん、まあその忙しくすることができなかったので、うん、そのずっと活動してきた中で、うん、まあアルバイトで忙しいとこあったんですけど、うん、まあ、音楽活動で忙しいっていうこと、うん、忙しくなりたいって思ってたから、うん、今はもう完全望んだ形ですね、うん、はい、幸せだっていう感じで日々ちなみにこう以前あのリラックスの方法をね、はい、伺ったんですけど、うん、あの今回はあの目まぐるしい中での最大限のパフォーマンスとか、うん、力を発揮するためのこう集中力を高める方法を教えていただけないかなと思って、うん、集中力なんでハマられなのかやっぱ僕が気になる。楽しくて幸せです。楽しくて幸せ、 あんまり笑わないタイプなんですけど。本当に、はい、絶対そうだ。それは絶対そうだ。この4人は少なくとも信じてない。めっちゃ笑う人って覚えてるよ俺ら、うんうん、はい、すぐ笑うじゃないですか。今日も即ツボにハマっちゃってすみません、はい、しまうんで月ゆえの感じなんですけど、うん、なんかあります、例えばレコーディング前とかライブ前とか、うん、集中、集中、うん、集中ね。でも藤原さん、うん、独自のね美学というか、リラックス師匠ですね。集中するっていう、もともとなんか割と物事を大御所よ、今の肘ついて喋った感じが手の位置大御所でしたね。集中するかけど、そのなんて言うんだろう、一つの物事に集中するために一つのことだけを考えるっていうよりは、うん、まあ、例えば僕ら音楽に集中するんだったら、で、まあ、ライブで集中したいんだったらライブだけじゃなくて、例えば練習だったり音楽を、例えば違うバンドの音楽を聴くとか、はい、誰かのライブを見ることも自分のライブだったりとか、そういうのに音楽につながるじゃないですか、うん、だからドラムの練習する時も、あの曲の練習をするだけじゃなくて、なんか他の人の曲をやってみるとか、うん、なんかわかんないですけど、そういう近いジャンルでなんか違うことをやって、こうなんていうんですか、集中していくっていうか、自分もこう飽きないように同じことをやって、うん、飽きないように、あの近いことでいろんなその音楽に携わることを自分の中で選んでって、で、まあ、集中するっていうか、どう伝わりますかねこれ。いや、もう志保さんに聞きましょうか、はい、うん、伝わりますかね、伝わってるかどうかは。あのちょっと何言ってるか分からなかったんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ゲストだよね。ゲスト、え、ちょっと待って、ちょっと待って、いやいや、あの答えたそれに対してちょっと何言ってるか分からないわ。で、初めて聞いた。確かにね、あのすげえむずい、難しいなこれ伝えんのって思ってたけど、うん、た本当に何も1ミリも伝わってなかったでもあれか、あの藤原さんはじゃあマルチタスクというか、割とあの、うん、たくさんいろんなことやってた方が逆に集中力が高まるタイプの方で、そうです、そうです、もうこれだけっていう世界を限定しちゃうんじゃなくて、そうですね、わざとこう開いて、はい、全てを吸収してっていう、スポンジタイプという。うまいですね、説明が伝わってるじゃないですか、つか。コンテンポラリーの上杉さんは、はい、私ですか、はい、人生版のコンテンポラリー。いやでもライブぐらいの集中力を日常生活ってあんまないと思ってて、でやっぱこう、そのなんだろう、バンドやって一番集中力が、まあ、自分の中で必要だなと思ってるのはやっぱライブなので、うん、まあ、そこに、うん、同じような感じで、なんだ、日常的に同じぐらいの集中しなきゃいけないことを作るっていうので、うん、あの要はちょっとずつその回数を増やしていくみたいなので、あのツアーとか始まる前はあの準備しますね。そういう特別なトレーニングみたいな。いや、もう普通に体動かしながらめっちゃ曲聴くとか、イメージトレーニングするとか、やっぱそのライブで後半の時体力が落ちてくることを想定してまで頭が動くのかとか、そういうことを考えて
そうですね、ルーティーンに入れていくようなぐらいですかね。まあ日常的にでもそれもツアーが始まらないとか、まあ日々ライブしてるんでそんなことはないんですけど、うん、ライブがなかったら日常的にそういうことはきっとしないと思うんですけど、うん、うん、そうぐらいですかね。うん、でもやっぱりねライブも体力勝負でもありますし、そうですね、いろんな計算大事ですよね。なんかそうじゃないと本当適当な演奏になってしまうので、うん、勢いだけでやったらそういうのなんか大事なところをちゃんとできるようにって感じですよね。その体力の話がちょっと30秒前ぐらいから俺顔見てたから、はいはい、ちょっと危ないなってのは思ってた、はい、体力の話が出てしまったので、はい、出てしまった NG ワード聞かなきゃいけなくなったんですけどまだ声が震えてますけど、はいはい、いいよ。スタミナをね蓄えるために、はい、食生活の管理も、はい、されていらっしゃると思いますが、はいはい、藤原60キロ台ひろあきになれるように、はい、たくさん食べるとね、はい、そうだ前々回お話しされておりまして、はい、藤原さんが、はい、よく聞いてくれた、はい、パンプアップ化は順調でしょうか。はい、あの嘘の灰じゃん、いい灰だったな、はい、心がみじんもこもってない灰でしたけど、焼肉をちょっと普段より多めに行くようにしてますよ。はい、おー、はい、ちょっとカルビとか。カルビとかね。うん、焼肉をまあまあだいたい頼むじゃないですか。はい、最初タンかなとかさ。うん、まあ、ありますね、まあ、段階が。でカルビとか、わかんないけどハラミとか、うん、でちょっとなんかあの海鮮とかそういうのもいっちゃうかなとかわかんないけどね、うん、すごい細かく教えてくれてありがとうございます、はいはい、もう全然興味ないじゃん。もう一回ね多めにね、はい、そう食べてまあ終わりかなって時にもう一回タンから行こうかみたいな ね、あ繰り返して繰り返してけど空量増えてますよ。おお、はい、3食食ってるよ1日。素晴らしい。結果はついてきたんですか。結こうちょっともう体重計に乗ってねえからあれなんですけど、あればよかったなここに、ねね、体重計が、うん、何このつまらない話。ちょっと藤原さんが焼肉に行ってタン食べる話じゃん。お腹いっぱいかもしれないけどまたタン食べる話でしょ。え今楽しかった。ちょっとごめん、びっくりしたよね。俺も振られたけど、ね、うまく答えられる自信はなかったよ。冒頭から危なかったよね。焼肉に話じゃないもん、ね、焼肉に多く行くようにしてます。贅沢な話だったの。よかったね。それに重ねて生翔ちゃんがカルビとか乗ってくれたからね。カルビとかちょっとびっくりしちゃって、沈みかけてる船かなと思ったんですけど、ね、必死で漕いでるの見えたから、はい、ね、ちょっと救助に行こうと思ったいいんだよ、そんな。待ってガチすぎるよ、いいんだよ、いいんだよ、どうした、いいんだよ、焼肉食ってんですねでいいんだよ。いやいや、じゃあもうさ、でもさ、あなたは結果約束守れてないじゃない。約束、あなた約束守れてないでしょ。な約束ですか。60キロ台に行くって言って、うん、はい、あんた嘘ついてるわけだから。ちょっと肉の食い方なんてどうだっていいんだよ。結果だよ結果。厳しいな、みんな。そう信じて待ってて今日、うん、だ要は遠回しに言ってるけど、はい、謝れって言ってるんだよ。いいから謝れって言ってるの、あなたに謝罪を求めてるんだよ。なんかあの申し訳なんかは絶対ダメですから。人に謝るときなんかはダメ。なんかはダメ。分かってねえやつだよ。ちなみにあの、はい、ずっと気になってたんですけど、はい、あの一番好きな食べ物って何ですか。本当に聞きたい一番好きなの。好きだよ。ステーキ。あ、お肉好きなんですね。お肉好きです。間がやべえよ。聞きたいか聞きたくないか聞く前にステーキ。恐ろしい芋でしたね。ねえ、恐ろしい。言いたかったんじゃないかと思った。お肉好きですよ。ステーキ、はい、結構がっつり系のものがお好きなんですね。そうですね。うん、ステーキですね。ステーキって書いときます、あの藤原さんプロフィールに自分の中の。そんなノートがあるんですか。藤原ノートに書かせていただきます。もうダメだ、適当言い出した、はい、もう適当言い出したからダメだよもう。はい、そしてお疲れの時はあの癒しもね必要かなと思うんですけれども、癒しといえば、まあ、ちょっと無理やりですが動物かなと思いますが、癒し、はい、渋谷さん去年から猫ちゃんを飼い始めたんですね。そうね、いますよ、うちに、はい、こちらの世界へようこそっていう。あ、お邪魔します。すみません。お邪魔します。お邪魔しますね、はい、いかがでした。
あ、いいもんですね、うん、朝起きて隣に何かいるっていいですね、うん、幸せな気持ちになりますよね。そうそう、やっぱ高校も私も十何年一人暮らしを11、2年かしてますんで、うん、やっぱ起きた時に息をしてるものが隣にいるっていうのはお、これはいいぞっていう。息してないものがいたの今、うん、怖いじゃないの、話違ってくるぞ、うん、息してるものがいてあったかいのが隣にいるっていいですよね、うんうん、じゃあ大将さん結構一緒に寝てくれるタイプのお猫様で、うん、喉踏むんですよ俺の結構ハードボイルドね、やっぱね、ボーカリストんちの猫としては失格だと思うんだけど、ね、喉踏んで、うん、俺の隣に来るんですね、いつも、うんうん、喉ギュッて踏んでちょっと起きて隣で寝てるから可愛いねっつって一緒に寝るんですよ一目に来てる今藤原の焼肉の話みたいになって大丈夫大丈夫大丈夫ですか、よかったよかった、はいはい、大将さんっていうね、うんうん、お名前なんですよね、はいはい、そうです、大将、お花もね肉球もピンクでめちゃくちゃ可愛くて、 ありがとうございます、はい、見ていただいて、はい、なんかメンバー間でその動物自慢っていうか繰り広げたりするんですか、動物自慢でも言うてその柳沢だけやっぱり、はい、ちょっと空気読めないところが、そうだね、実家の犬に嫌われてるしね、そうなんです、4分の3ね使われてますもんね、うん、じゃあ行けよって思うんですけど、うん、そういうことじゃないでしょ、ね、そういうことじゃないですよ、そういうことじゃないね、予定は予定動物の飼う予定は今のところないですね、うん、いやいや予定は、いや飼うなら何がいいんですか、飼うならでもやっぱり犬ですかね、うん、僕は、あ、ワンちゃんやっぱりね、うん、実家にもいるので、うん、馴染みっていう点で今から初めてその猫ちゃんをもし飼うとした時に、うん、分からないそのお家への迎え方が、その飼い方っていうか生態も全然分かってないし、うんうん、これ興味もっと小さくていやいいんですそんな、ね、そんな聞いてます、うん、いいんですそんな、別に、まあなので犬です、うん、そう、それはいいのよ、いいの、説明はなしでしょ、なしでいいのよ、犬ですえ、皆さんじゃあ柳沢さんに気使ってあんまうちの子自慢しないようにしてるみたいな感じなんですか、不機嫌になっちゃうんで柳沢さん、うん、分からない話をすると、いや好きにしてくださっていいんですよ、うん、皆さんで、ね、ちょっとやめてとかって、ね、いやいやいいです、割と大きい声で言われると態度で出す、ゴミ箱とか蹴っ飛ばしちゃうんで、怖いきなりバーンってラジオでそういうこと言ったら本当っぽくなっちゃうよ、まあまあまあぽくなるっていう、まあまあ、はいまあまあまあはい、まあまあまあ、犬飼います、うん、言ったの、あ、ごめんなさい、嘘つきましたよなんで嘘つくんだよ、どっちが早いか、柳沢くんが犬飼うのか、はい、藤原が60キロで犬飼うか、確かに今後も見守る必要がありますね、はい、うん、俺のが先だろもうさ、次来る時にはさ、うん、本当に60キロ台になってないと、そうだよ、二度とミュージックライン呼ばれなくなっちゃうと思うよ。マジで、うん、マジで入り口のとこに体重計を置いとかないとですね。でもずるしてウェイト巻いてくるかもしれないですよ、うん、なんか重りとか手首とかね、足にね、鉄とか飲んでこられても死んじゃうよ危ないからそれ朝鉄飲んできました、鉄飲んでから、ね、何可能性あるもん、怖いでしょうよボディチェック後に、ね、体重測っていただいて、はいはい、60キロ台になってないとお帰りいただくみたいな、うん、確かにそれでいいんじゃないかな、うん、はいはい、それ結構やばいですね、ちゃんとあれしないとやばいですねそうだよ、もう頑張ります、はい、はい、健康祈っております、健康、はい、鉄は食わねえよ鉄大丈夫だよ、しおちゃんが鉄飲むなって飲まないよ、大丈夫だよ、確認してやめてくれってそんなことしないから、本当に大丈夫ですよ、無理はなさらず、無理しないしない、はい、大丈夫です、それではここでニューアルバム東京からまた一曲お届けしたいと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、鉄飲む前に藤原さんからお願いします違う、飲まないけどはい、じゃそれでは聴いてください、新しいアルバム、スーパービバの東京から、東京、ミュージックラインをお送りした曲は今夜のゲスト、スーパービーバーのニューアルバム東京から東京でした。なんか純度の高い、懐の深い愛が詰まった究極のラブソングで、うん、なんだか愛しくて幸せな気持ちになりましたし、うん、心がじんわりと温かくなりますね。ありがとうございます、じんわりしました。いやー、か
噛み締めました。噛み締めました。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。素晴らしい曲ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。東京出身でもあるスーパービーバーですが、いつか東京という曲を作ろうという思いはお持ちだったんですかね。ありましたね。なんかどこかでやっぱり東京っていう曲はやっぱ書きたいなっていうのをずっと思っていて、で一度2013年にリリースした、あのアルバムに東京流星群っていう曲があって、そこが初めて、まあ、東京っていうことを思いながら書いたんですけど、でもそういう意味ではまだ東京と書ききれてないなっていうのはずっと思っていたので、もう純粋に東京だけのタイトルをつけられる曲はどこかでいつかっていうのはずっと思ってましたね。結構じゃあ温めていた。うん、ただなんかその今回もこの東京っていう楽曲も、だからといって東京っていうタイトルをつけて書き始めた楽曲じゃなかったんですよね。だからいつかはとか思ってましたけど、歌詞を書いていってで書き切った時に、なんかこの曲にタイトルをつけるんだったら東京かもしれないって思って、あの東京っていうタイトルになったので、あのだからそういう意味でいつかは作りたいなと思ってたけど、まさにこのタイミングだったのかもなっていうような出来方ではありましたね。無理やり東京を作ろうと思ったっていうわけではなかったです。確かにあの歌詞の中に東京っていうワードは出てこないですもんね。そうですね。なんで、なんかそうすごく自分たちにとっては、自然である意味普遍的で、でもそれでいて特別でみたいなものが人との関係性というか、そういう人と人との関わりが自分に与えてくれてた価値観とか、そういったものをすごく丁寧に書きたいなと思って書き上げた時に、確かに自分たちにとってそれが巻き起こったのってやっぱ全て東京だよなっていうのが、この東京っていうタイトルになった一つの理由でもあるので、だからあの歌詞の中に東京っていう言葉が出てきてないっていう、まさにおっしゃる通りなので、あの聞いてくださる方もそれぞれがなんか思う街とか、まあ、ふるさとなのか、もしくは誰か人の名前なのかもしれないですけど、なんかそういったものをこうタイトルにイメージしながら聴いていただけたら、すごくその人だけの曲になっていくような曲なんじゃないかなっていうのは思えてます。この曲本当にすごくって、あの愛されていてほしい人がいるなんて贅沢な人生だという冒頭のフレーズから、はあってすごい引きつけられたんですけど、ありがとうございます。こういいフレーズが生まれた手応え、この柳沢さん的にもありましたか、これは。そうですね、この節に関しては自分でもわすごい書けたっていうのは思いましたね。もう何周もしてますもんね、ここって。もう愛したいとか愛されたいとかでなくて、でも大きい、さっきのその塩さんが質問してくれた中で、まあ、ブーヤンも言ってましたけど、やっぱそのなんだろうな、とことん自分たちが自分たちのことと向き合って、まあ別にこれは音楽とかバンドとかスーパービーバーに限らずなんですけど、それぞれの人がやっぱこう自分のことと向き合い続けていくその最中で、やっぱり周りに人がいるっていうことっていうのってすごくやっぱりどん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 気づいていく、でいい影響も悪い影響もやっぱ与えられて、時には自分も誰かに与えて、まあ、そうやってこう年を重ねていくんだろうなとかっていうことを思うと、なんか今は隣にいないし、もしくは何らかの理由でもう二度と会うことはないかもしれない人とかのことも、なんかこうどこかで元気でいてほしいなとか、どっかでこう愛されていてほしいなとか、なんかそう思える人っていうのはやっぱ年々増えていってるような気がしていて、なんかそれをこうズバリな言葉で言えたっていうのは、なんか自分にとっても自分たちにとってもすごく、あこれはって思えた、確かに一節ではありましたね。いやめちゃくちゃ素敵ですよね、ありがとうございます。悟り開かれてるなってちょっと思いましたもん。全然開いてないです。すごいなって、でもやっぱりこう年齢を経てとかで価値観も変わってって、このワードに行き着いたっていうことなんですもんね。なんかそういう気はしますね、やっぱり。でそれはどう考えても自分たちの中だけで更新されていく価値観なんて、なんかほぼないと思うので、必ずこう人との相互作用の影響っていうかは絶対にあると思うので、やっぱり、年を重ねる分だけやっぱ出会いも増えると思いますし、その出会った数だけ更新、少しずつ少しずつこう更新されていくものなのかなっていうのは思いますけどね。
で、この東京は一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取る動画チャンネルで、うん、旅行食社会の永井春子さんを迎えてスペシャルアレンジでね披露されましたよね、うん、本当に美の共演だったんですけど美の共演美しい者たちの美しい者たちのね、はい、もうなんて最高のコラボレーションなんだって思いましたが、うん、ご一緒されて渋谷さんいかがでしたか。やっぱあのボーカリスト同士って、うん、ちょっとバチバチするじゃないですか、うんうん、あのそういう人がやるポジションだと思うし、はい、だからどうなるのかなっていうのは思ってて、であの歌い手として僕はすごく尊敬してたし歌本当うまいなって思ったから、うん、でもその場所に行って用意ドンでやった時にやっぱりあのお互いの共通項がそのすごく音楽が好きっていうのが、うん、まあやってるから当たり前って思うけどあのその純度って結構人それぞれにあると思ってて、うんうん、でもすごく彼女はあの音楽が好きでこの東京っていう楽曲のことすごく好きでいてくれてるんだなっていうのをすごく感じられて、うん、あのなのでそのバチバチしてる方向性が絶対あの一番になってやるとか、うん、一番いい歌歌ってやるっていうよりも一番よく聴かせてやるっていう方向に作用したのがお互いがお互いに作用してすごくあのいい方向に、うん、あの斜め上斜め上にベクトルが向いてそれがどんどん重なってって曲が終わるまでその関係性でずっといられたような感じがしたからあのすごく歌い手が同じ空間にいる場としてはすごく純粋だったかなとそんな風に思ってますね。始まる前のそういうやっぱ緊張感はありつつも、うん、その声と声が重なった瞬間のなんかもうそれがこう喜びみたいなのがもうめちゃくちゃ伝わってきて、うんうんうん、なんて尊い瞬間を見せていただいてるんだっていう、うん、だあのもちろん、はい、しおちゃんも、はい、あの歌を歌うから分かると思うけど、はい、あの計画的にできないから、うん、人と歌を歌ったりするの、うんうん、まあもちろんそれはバンドでもそうだし、うん、あの楽器人とのグループもそうかもしれないけどなんかこうなんかすごくないっていう、うん、その形容しがたいあの感じっていうのは、うん狙ってできるもんじゃないからあの場でそれが巻き起こったっていうのはすごく良かったなっていうのは思ってますね。しかも声の相性もあんなにいいなんてっていう見事な混ざり合い方で、うん、俺正直思ってなかったですけどね最初、うんうん、あの合う類の声質同士じゃないと思ってお互いが、うん、まあ言うたら特徴があるから、うん、混ざらないかなって思ったけど、うん、おこういう感じになるんだっていうのはやってみなかったら分かんなかったですね。うん。本当奇跡的な、なんか運命的な感じすごいしました。ねえ、あ、うん、ここに収まるんだっていう、うん、ちゃんと着地点が見つかった感じはしました。うん。うん、その以前ね、あの、この動画チャンネルにご出演された際に、うん、緊張のあまり、良いよと言ってしまった柳沢さん。名言ですね。名言です。はい、うん。お二人の共演どう見ました？あ、もう僕はすごく、もう、とにかくそのテンション上がりましたね、うん、なんかあのそれこそ緑黄色社会、うん、あの永井さんの声っていうものがすごく好きで、うん、それまでも自分で彼女たちの CD を買ったりとかっていうのをしてたので、うんまあ、今回こういうタイミングでコラボレーションしてで、まあ、そのそもそも僕はあの声の相性みたいな、うん、混ざり合うっていうのがあんまこう似た者同士のやつより、うんあの全然違う声同士が混ざってるものの方が結構グッとくる派ではあってなんかこうこれまでも別に国内国外問わずともいろんな有名な方がこう一緒になって歌ったりとかコラボレーションされたりとかあるじゃないですか。あのそれぞれの歌い方の癖みたいなものがもうある程度確立されてる人たち同士のハモとかでもう節すらも違うんだけどグッとくるみたいななんかあれは結構個人的にすごく好きなのでそういうのに似た感覚を今回もなんかちょっと感じられたというかだからなんかそれぞれに特徴とかがあるからこそなんか揃いきんないことの方がなんか結構魅力的に感じるなって僕はもともと思ってたんでだそういった側面もあるしなんでそんなに合うんですかって思える瞬間もありましたしなんかそういう意味ですごくなんかこうテンションの上がるコラボレーションだったなっていうふうに思いますね、うん、本当に素晴らしかったですよね、うん、ち
とアルバムのねお話に戻っていくんですけれども、はい、今回アルバム全体を通してライブ感をねすごく感じまして、サウンドメイクで意識されたことってありますか？サウンドメイクだと、はい、まあその最初に、まあ、そのライブハウスであったり、うん、まあ、ライブ自体があのもうサウンドで匂ってくるっていうのをちょっと改めて、うんうん、やってみようっていう話にもなりまして、うん、まあなんかそうですね、あの、まあ、そういう頭がありつつ、うん、あと昨今このいろんな環境でサブスクであったりとか、はい、例えばスピーカーで聞く人がいるとか、まあイヤホンで聞く人がいる、うん、どこで聞いてもちゃんと自分たち の, あのバンドサウンドが、かっこよく聞けるには、うん、どういう風にレコーディングをしたらいいんだろうみたいな、うんうんうん、ところまで、そのエンジニアの人とすごい話して、うん、で撮り方をもう本当に一個一個の音を、まあ、まずドラムで言ったら一個一個 の, その、スネアであったりとか、はい、まあ、バスドラーであったりとかそういうところ の, もう一個ずつ聞いて、うん、ここがこうだっていう検証しつつ、このスネアに対してこのベースだったらこうでとか、そういう本当にマニアックなとこまで、うん、すんごい整理してやりましたね。でせーので、うん、まあ、ドーンってやるのは一緒なんですけど、だからそこに至るまでの、うん、頭の使い方みたいなのが今までその、なんだろう、どこでも聞こえるように、うん、かっこよく聞こえるように撮るっていうのはあんまり自分たちがいいと思ったら、うん、それでまずこれだ、これが信じた音だってやってきたけれども、まあ普通にちょっと頭の片隅に、その。どこで聞いてもかっこよくちゃんと聞こえるようにしたいよねっていうのがあった上で、自分たちが、かっこいいと思うサウンドを作るっていうのは結構そこまで、うん、考えたのは初めてだったのかなっていうような、取り組みはやりましたね、うん、確かに音像めちゃくちゃ綺麗だなと思って、うん、バンドってねミックス難しかったりするじゃないですか。サブスクだと特にぐちゃって聞こえちゃったりとか、うん、あとそれがゆえに音量がちょっとね下げられちゃったりとかしちゃうので、一個ずつがクリアで分離して聞こえてるんだけど、もうドンとくるっていうようなところは結構目指したとこかもしれないですね。なんかこだわり抜かれてるなっていうのが音からも伝わってきていて、あとびっくりしたのが318とかすごい新しいアプローチだなと思って、結構こうジャジーなアレンジで艶っぽかったり、なんかそのまた新たな表情にドキッとしたんですけど、この曲はどういう成り立ちでできたんですか？こと318に関しては、うん、もうブーヤンからオーダーがというか希望がありましたね、うん、アイデアとしては、うん、紫っぽい曲が欲しい、あまさにですねっていうのは言ってて、うんうん、そうです。でまあいろいろ何曲かトライはしてたんですけど、うん、なかなかできなくって、うん、でようやく最後に形になったのがあの318っていう曲で、まあ僕が思うその、うん、まあ紫色ってどういうイメージで伝えてるんだろうって思った中で行き着いたのが一応ああいうところでありましたね。いや本当なんか大敗的なね香りをまとった、うん、気だるくて甘美な曲で、うん、もうそのあまりの色気になんかひれ伏したくなりましたでも、うん、その紫色っぽいって言って、うんうん、まさにですねって言ってくれたの初めてかもしれない、うん、あ本当ですか。やっぱそのああ分かってくださるんだなっていう感じが今すごくして、うん、嬉しいなって思いました。なんか、はい、曲って色で結構見えるじゃないですか。そう本当にそう、ね、今日もお召し物も紫で、うん、318の話をするかなと思ってそうそうそう先読みをしてくださって、ね、調子やってたの良い周到にね紫が今のなんかトレンドみたいな感じなんですかね、ご自身の中で。まあ、そう言われたらそうなんじゃないのかな、絶対違うじゃん急に諦められてしまった、すごい適当になっちゃった一番上にあったシャツがね今日は紫だった、うん、とてもお似合いでございま す, います高貴な感じで高貴な素敵でございます。そして2曲目の人間という曲がございまして、うん、丁寧に真面目にもがくのが人間というフレーズはスーパービーバーらしいなと感じまして、なんか喜怒哀楽って一人じゃこう得られない感情かなって思って、うんうん、ムカつくこともあるしこうざわつくこともあるけど、うん、一方で愛おしい存在でもあるし、こう最後の嫌いになれないな人間という言葉がしっくりきたんですが、
リーダー的にはこの曲にどんなことを感じました？そうですね、でもこの曲は結構そのさっきも言ったそのライブ感であったりとか、うん、まあ自分たちがライブハウスで、やってきたことというか、うん、なんかそれをすごい感じる、まあ、サウンドにもなってるし、うん、まあその歌ってる内容とかももう本当にまさにスーパービーバーだなって思えるような、うん、なんか結構このアルバムの中でもなんかこの曲のなんだろうな、まあプリプロとかやって、うん、まあ、今の雰囲気になった時にあなんかちょっとその全体的にこういう風に、サウンドをなんか作っていったら、うん、最初に話していたようならそのライブハウスとか、うん、ライブ感っていうものが結構その見えてくるんではなかろうかなっていう、うん、なんか楽曲にもなんかどんどんなっていった気がしてて、うん、まあなんか本当にそうですね、純度が高い、うん、なんかライブバンドでしかも、自分たちが大事にしてきた、道のりであったりとか、まあまあ、価値観であったりとか、うん、まあ、そういったものがなんかすごい詰まった一曲なのかなと思ってます。うん、なんかもがきながらもこうひたむきにね、うん、生きている姿が美しい人間参加だなと思って、うん、とっても響きましたね、この曲。ありがとうございます。ありがとうございます。本当なんかもう響く曲多すぎて、もう全部教科書に載ればいいのにって思うレベルのなんかはーって人生の指標となるような言葉をくださるので、本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にアルバムを通してこう聞くと、なんて人間臭くて愛に溢れていて筋が通っていて、こう厳しくも優しい作品なんだろうと思いまして。スーパービーバーの楽曲すべてそうですが、こうよりそばに音楽がいる感覚になって、この後お届けするロマンはね、その骨頂であるようにも感じました。それぞれに頑張ってと歌っているのに、こう全然突き放してないし、むしろ抱きしめてるなって思いましたし、なんかこのフレーズはどういうところから生まれたんですかね。これはもう完全にライブですね。もうブーヤンがステージで言った言葉を、特にサビに関してはもうほとんどそのまんま、なんて言うんだろう、それにメロつけたぐらいの勢いで、今回のアルバムで一番最後にできた曲なんですけど、もうロマン以外の他の曲がほぼほぼ出揃っていて、まあレコーディング前にするプリプロっていう作業も最終日とかだったのかな、になんとなくまだその時にツアーとかライブもやっていたので、何か足りないってわけではないんだけど、そのそれぞれに頑張ってっていう言葉とか、そこにある思いみたいのは、なんかやっぱ今曲にして収めなきゃいけないなってすごく思った気持ちで、ちょっとスケジュール的には予定よりちょっとだけこぼれたんですけど、それでもちょっとやっぱもう一曲作ってこれを入れたいっていうのをメンバーに聞かせて、なのでそれぞれに頑張ってって言葉はもうまさにライブで生まれてきましたし、まあできたタイミングが一番最後っていうのもあるので、まあ、スーパービーバーから届けたいメッセージとしての最先端というか、にある思いではあるのかなっていうのは思ってますね。なんか距離がねある時代だからこそより一層響くというか、まあ、それぞれに頑張るしかないよなっていう、いや本当に一緒に頑張ろうはね、こうなんか違うとずっと思ってるっていう歌詞もありましたが、そうですよねってすごい腑に落ちて、その頑張って報われろ、うまくいけとこう歌う時に意識されたこととかってあります？そうですね、やっぱ頑張るという言葉は割とナイーブに捉える人もいるし、響かせ方いかんに言うと結構無責任になる可能性ってすごくあると思ってて、でなんかこうが頑張ろうとか、あとはまあそのこういうご時世になって頑張りすぎるなとか、頑張らなくていいっていう言葉を割と耳にするようになって、すごく無責任だなと思っちゃって、いや頑張った方がよくねって思っちゃって、でそれぞれが頑張らなきゃいけないタイミングってあるよなと思って、じゃあ一緒に頑張ろうって言いたいけど、いや一緒に頑張るっていうのもなんか違うなと思って、それぞれが踏ん張んなきゃいけないタイミングって人それぞれにあって、だから頑張んなきゃいけないタイミングをは一緒じゃないから、俺が家にいてゆっくり座ってる時に、片やその人は
大事な試験があったりとか、うん、あの逆もしかりで、うん、その人が座ってる時に俺は大事なライブがあったりとか、まあ、全部ライブは大事だけど、でもどっかしらで頑張んなきゃいけないタイミングがそれぞれある、うん、でそれぞれが向き合ってるその人生の中でそのやってる一個一個を俺たちが後押しするんであれば、本当にあのただ純粋に頑張れって思うし、ただ純粋に報われたらいいなっていうピュアな気持ちがとっても強いから、そうあってほしいなって普通に思っちゃう。なのであの大意がないですね、この曲は、うん、あの言ってることが全て、うん、それ以上の気持ちを込めてないかも、これがマックスかなって思えるぐらい自分たちの今の状況がちゃんとパッケージングされてるかなって、そんな風に思いますね。それではここでニューアルバム東京からその曲をお届けしたいと思います。ではこちらも曲紹介をお願いいたします。はい、じゃあ上杉さん行きましょう。はい、では聴いてください、スーパービーバーでロマン。ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト、スーパービーバーのニューアルバム東京からロマンでした。凛とした佇まいが美しい、祈りと願いと愛に満ちた曲で、まっすぐに胸を打たれますね。とっても鼓舞されました。めちゃくちゃにいい曲でした。ありがとうございます。そしてアルバムラストは最前線でね締めくくられます、うん、はいはい、東京からロマンと来て最前線、この流れはとてもね余韻が残りまして、うん、ありがとうございます。好きでした。ありがとうございます。このアルバムを持って全国ホールツアーとアリーナツアーもね、はい、スーパービーバー発表されました、うん、はい、どんな思いで臨まれますか？まあ、あのすごくフラットに、うん、あのこれだからという特別な気持ちは実はなかったりして、あの自分たちが続けてきたその道の中で、あの過去最高の夜をその都度更新できたらいいなっていう、それだけ考えてやります。藤原さん的には意気込みいかがですか？意気込みですか？いけいけいけ、そうですね。これ今何の音？何の音？すごいね、何もしゃべ、まだ喋る前でこんな人から出る音じゃないよ。神秘的。何今の、どうやんの？分かんない俺も。レコーディングしようよそれ。どうやんのそれ。いや、一度もできないよ。神秘だったな。何今の、怖いね。ね、俺もびっくりしたよ。初めて聞く鳴き声でした。鳴き声だったんだ。鳴き声って言わないよ。鳴き声じゃないですよ、うん、意気込みですよね。はい、いいアルバム本当できたんで、楽しみですし、すごくいいライブとかツアーになるっていうのはもうなんかもうやる前からもう思うし、これからゲネ僕ら入るんですけど、なんかもう絶対いいツアーになると思ってます。なんでもう笑ってるのみんな。いや、いいツアーになる、いいツアーになるって言ってくれました、しおちゃん。あ、いつはなる。そうですね、藤原さんがおっしゃるなら間違いなくいいです、はい、なんだ今の。彼が言ったら間違いない。そうね、全ては藤原さんにかかってますし、藤原さんが決めていると言ってもかかってはないので、司ってんのよ、司ってますね、司っちゃってんのよ、はい、何をですか、神の立ち位置なので、司っちゃってんのよ、はい、何をですか、困ったな。スーパービーバーの公開の予定など詳しい情報はオフィシャルのホームページをご確認ください。はい、また今日どうしたの？相槌打っただけよ私。入って。さっきのちょっと神秘的な鳴き声、ねね、リフレインしてしまった。エコーかけてもう一回聞きたいよね。また今日お届けした放送は NHK ラジオ、うん、ラジルラジルのホームページアプリを使って聞き逃し配信で放送終了後から1週間何度でも聞くことができる。あの音何回も聞けるんで、1週間幸せだもん。何回も聞けるあの変な音、うん、何回も聞ける。ずっと笑えますね。うん、詳しくは番組ホームページをチェックしてください。はいはい、それでは最後になりますが、お聞きの方にメッセージをお一人ずついただいてもよろしいでしょうか？じゃあ、また指名制で、はい、あ、じゃあ、うん、柳沢さんからお願いします。はい、いいよ。はい、そうですね、本当にすごくいいアルバムができましたし、ツアーも
あります。それ以外にもきっとライブはどんどん決まっていくと思うので、うん、あの会えるタイミングで、いいのでぜひ、ライブ会場に遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。ございます。では続きまして渋谷さんお願いします。いいよ。ね、はい、すごく日々、はい、今すごく楽しい毎日を送れているのはすごくいい音楽が作れて、それを受け取ってくれる人がいるからだなっていうのをしみじみと思ってるんで、まあ本当にこの先2022年も楽しい一年にしようと思ってるし、楽しい一年にさせようと思ってるんで、期待していろいろ言ってくれたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、では続きまして藤原さんお願いします。なんで、はい、なんと本当にいいアルバムできたと思ってますし、いいツアーが絶対これからできると思ってますし、再放送再放送再放送やば、再放送はやばい、同じ番組内で思ったけどこれ以上詰めたらさすがにしおちゃんもかわいそうかなと思って口をつぐんでたんだけど、やっぱ気づいちゃった再放送かなって、うんうん、いいアルバムできたと思いますし、いいツアーも、まあ、これからいいツアーになると思ってるんで、はい、楽しみにしていただけたらと思っております。さすがよ、ありがとうございます。ではリーダー、はい、お願いします。そうですね、なんか今こうスーパービーバーなんかパワーにすごい満ち溢れてるような気がしてて、うん、まあ、その楽曲とかもそうですし、まあ、そのライブとかもすごいいい感じのパワーがね、なんか循環してる気がするので、なんかそういったところでなんだ、曲からそのパワーを感じてくれてもいいし、そのライブでそれを共有してもいいし、なんかいろんなことまだまだ世の中ありますけど、まあそういうことをなんか今年はなんだろうな、やりきってなんか楽しく過ごしたいなって思ってるので、なんかちょっとでもそういう自分たちの音楽を介してそういう瞬間が、共有できたら幸せだなと思ってます。上杉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に藤原さんお願いします。ちょっと、ね、ちょっとやっぱ待ってた、俺もちょっと待って来るかなってちょっと思った、うん、指名打ち、うん、藤原さんお願いします。ね、ごこま漫画、まあいいアルバムできた。またこう、いいツアーになると思ってるんで、なんだろう、すごいな、なんか変な時間楽しみにして出しかけてもらえたら抜けれないやつ、そう思ってます。あ、藤原さんありがとうございます、はい、なんか不思議な体験をさせていただき、はい、ありがとうございます。すごいな、こちらこそありがとうございます。怖かったですね、なんか、うん、なんかループしてました、ね、みんな経験したことあるみたいな空気を共有できたっていうの不思議な感じだったね。このもののデジャブが重なってみたいな、うん、なんか怖いな、うん、怖いな、まあ、いいアルバムできたし、怖い怖い怖い、やめろもう、もうやめろ、さあやるいいよ、わかごめんごめん、ごめんなさい、遊びすぎたよ、しててください、遊びすぎたよ、静まってください、つかさどってんのよあんたが、それない、つかさどりすぎなんだよ、つかさどんな、そんな、ありがとうございます、こちらこそ、すみません、ありがとうございます。今夜のゲストスーパービーバーのいけるの、いやちょっと頑張りたいですね、ここ決めないと、ね、そうそう、そうね、こんなこと言いたくないけど、あなたやっぱプロだから、そうですよね、そうですね、ね、で長いことやってるわけだから、そう8年ぐらいやってますからね、これはもうスムーズにちゃんと紹介してくれないと、確かにここで私がちゃんと言えないとまたあのループに戻っちゃいますもんね、うん、そうだ、地獄だから、あーやばいやばい、頑張ろう、うん、よし、今夜のゲストはスーパー B スーパー B バーぐらい頑張んなよ、バーぐらい頑張んなよ。今夜のゲストはスーパービーバーの渋谷龍太さん、はい、柳沢亮太さん、上杉健太さん、藤原33歳ひろあきさんでした。本当に楽しい時間ありがとうございました。そしてすいませんでした、ありがとうございます、すいませんでした、ありがとうございます。